広島は25日、新外国人としてホワイトソックス参加の右腕ジョハン・ドミンゲス、ジョアン・ドミンゲス、投手、28、イコール193センチ、86キロ、右投げ右打ちイコールを獲得したと発表した。契約金は12万ドル、約1850万円。年俸は50万ドル、約7720万円。 プラス出来高。背番号は未定。ドミニカ共和国出身のドミンゲスはメジャー経験はなく、今季は 3A で27試合に登板。22試合が先発で7勝5敗、防御率4、43だった。マーナー通算では137試合登板。計479イニングで483奪三振を記録しており、 三振数がイニング数を上回っている。ドミンゲスは球団を通じて、一戦一戦、1919に魂を込めて頑張りますなどコメントした。広島はこのオフ、同じくドミニカ共和国出身の大砲候補、エレフリスモンテロ内野手、26、とサンドロ・ファビアン外野手、26、も獲得しており、 三人目の新外国人選手獲得となった。またドミニカカープアカデミー出身のロベルト・コルニエル投手、29、とは来期の契約を結ばないことを発表した。21年には速球を武器にした中継ぎ右腕として50試合に登板。最速165キロも計測した。5年目の今季は16試合登板にとどまり、 防御率に65だった。